はい、皆さんこんにちは。今日もですね、妖怪ウォッチやっていきたいと思います。はい、クエストをね、やっていきたいと思います。旗がいっぱい立ってるんですけど、どうしようかな。これにするか。お姉さんというか、おばさんというか、話しかけてみよう。あ、すげえ、これ初めて知った。近づくとその方向に顔を向けるんだ。知らなかった。すごい作り込んであるな、これ。すげえな、妖怪ウォッチ。後ろから近づくと振り向くとか。後ろはダメだ。まあいいか、そんなことは。あ、お姉さんだったんだね。おばさんだと思った。今公園のゴミ拾いやってるの。よかったら君も手伝わない？お、さすが桜第一小の生徒。学校がバレてる。感心だぞ。ゴミは海岸沿いに落ちてるから、それを拾ってね。一通り拾ったら報告よろしく。私も頑張るんで、君も頑張ってね。ゴミ拾いか。あっという間に行きましたよ。なんとも活発的な女性ですね。それでは私たちもゴミ拾いを始めましょうか。地域の方との交流も大切ですからね。張り切っていきましょう。ビーチのゴミ拾い発生。マジか。こんなクエストか。ゴミなんかどこにも落ちてないと思うんだけど、これか？あ、こういう感じね。まだゴミが残っていますね。海岸沿いに流れ着いてるゴミを全部拾ってしまいましょう。ちょっと浜辺のね、色と同化しちゃってすごくわかりづらいんだけども、あ、これそうだ。拾えない。ボロボロな長靴を手に入れた。一体ゴミは何個あるんだこれ。ゴミ。ちょっとかなり見つけづらいんで、注意して進まないと。あ、これそうだ。花火の燃えかす。まだゴミが残っていますね。海岸沿いに流れ着いているゴミを全部拾ってしまいましょう。もしかして男の子のおもちゃは妖怪が？え、何の話だよこれ。今ゴミ拾いしてたんだけど、これ別のクエストのやつか。いや、ちょっとついでに、これ多分あれですね。今やってるクエストはとは別のクエストですね。僕が多分途中で諦めて放棄したやつだ。これ、おならずもの見つけた。これはな、人間の子供がオイラの頭にぶつけてきやがったんだ。あ、思い出した、このクエスト。段々坂の月見峠にいた男の子からクエスト、受けたんだ。それはわざとじゃないんですよ。返してくれませんか？うるさいな。そんなに欲しけりゃ腕ずくで取ってみろ。おう。なんかね、ついでに解決しちゃいましょう。よし、倒した。勝利。さてさて、おもちゃのミサイルを手に入れた。やっぱり妖怪が隠し持っていたんですね。ちゃんと見えてたらあの子も謝れたでしょうに。人間と妖怪の間にはこういうすれ違いが多いかもしれません。とにかく男の子も待っているでしょうし、おもちゃを届けてあげましょう。それもそうなんだが、ちょっと今はね、浜辺のゴミを拾ってるんだ。コンビニのビニール袋を手に入れた。まだゴミが残ってんのかよ。
あ、なんかまた妖怪が反応してる。妖怪が反応してるけど、ちょっと無視しましょうね、今は。あ、これさっきのお姉さんじゃん、これ。この辺のビーチね、なんでか知らないけど、昼はワカメ、夜は昆布が取れるのよ。知ってます、それはね。これで最後じゃない？空き瓶を手に入れた。どれどれ、お、全部拾い終わったみたいです。お姉さんに報告しましょう。お姉さん、いたいた、お姉さん、あれ、この辺のビーチね、なんだか知らないけど、昼はワカメ、夜は昆布。さっきのお姉さんじゃない、勘違い、人違い、これだ。見た目が一緒なんだもん、間違えるわそれ。もう終わったの？お、大量じゃないか。やるな君、このゴミはこっちでもらっとくよ。それじゃあ公園を管理してるおじさんに掃除が終わったって報告してきてくれる？この辺りにいるはずだからさ、お願いね。このおっちゃんか、このおっちゃんか、違うな、なんか取り憑かれてるぞ。公園にポイ捨てしたのはお前か。お前だな。え？みんなの憩いの場である公園を汚すとはけしからん。違います。この儀、この語に及んで言い訳とは、このその根性も気に食わん。ひどい言いがかりですね。それになんだか妖怪の気配もしますよ。ちょっと調べてみましょう。お、こいつはライオトンじゃないか。ライオトン、あ、すげえ、クエストでこんなランクの高いやつが出てくるんだ。すげえな。ライオトン、バッカモン、邪魔するならお前にも雷を落とすぞ。あ、ライオトン3匹も出てきた。ちょっとこっちにはね、あの絶王 G がいるんですよね。ちょっと絶王 G のね、ちゃぶ台返しでも食らわせてやろうかなと思うんですけど。よし、ちゃぶ台返し。超絶ちゃぶ台返し。よし、倒した。経験値321。A ランクのライオトンを3体も倒したのに321しかもらえないんだ。しょぼいな。やっぱり妖怪が取り付いていましたね。これで管理人さんは元に戻ったはずです。それでは管理人さんにゴミ拾いが終わったことを報告しましょう。ん？わしに何か用なのかい？おう、この公園のゴミ拾いを手伝ってくれたのかい？いや、若いのに感心だ。おかげでこの公園がきれいになったよ。またゴミ拾いするときはよろしく頼むよ。喜んでもらえてよかったですね。ゴミ拾いを頑張った甲斐がありましたよ。ではでは、お姉さんに報告へ戻りましょう。行ったり来たりだな、これ。どんだけパシリにされてるんだよ。おじさん、喜んでたって？いや、照れるな。ただ単にこの公園が好きなだけなんだけどね。それでも結果的に人の役に立っている。いいことじゃありませんか。今日は手伝ってくれてありがとう。君のおかげで早く終わったよ。私はこれからもゴミ拾いは続けていこうかなと思ってるのよ。君も大切な場所とか好きな場所はきれいにしてあげてね。やっと解決。これ結構時間かかったな。このクエスト結構時間がかかったんでね、10分超えちゃいました。解決。お、経験値結構すごいじゃないですか、886。クエストにしては結構すごい。ボーナスチャンス。このアニメも初めて見るな。お、え、これで大当たりなの？すげえな。展開が読めない。
これ外れだろ、どう見たって。赤コイン。はい、結構ね時間かかったクエストですけど無事解決、赤コインゲットしました。まあ赤コインはね結構持ってるんだけど、まあ数が多いことにはね越したことないですから、妖怪ガシャのコインね。はい、皆さん長々とねご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら、チャンネル登録をお願いいたします。はい、ありがとうございました。